はい、マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、超マスクラマスオのマインクラフトパート54やっていきたいと思います。まだパート1からパート53見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、まずは前回のおさらいを少ししていきましょう。前回はですね、今僕が立っているこちらのね、あのアイアンゴーレムトラップを作っていたんですが、失敗してしまった施設を何か再利用できないものかということで考えていきました。で、考えた結果としてはですね、ここを襲撃用のトラップにしたらいいんじゃないかということで、ちょっとね、いろいろ考えたり調べたりしました。で、そしたらね、多分襲撃用のトラップ作れそうですので、はい、今回しっかりと作っていきたいと思います。で、まあ一応ね、簡単にどういったものかというのをね、簡単にですけどお見せすると、ちょっとここだけもうちょっと高くしときます。はい、ここにベッドを設置しますと。で、そうすると襲撃が始まりますと。で、襲撃が始まるとどこかしらにその敵が出現します。はい、そこでしたね。で、この敵たちを集めて倒すことができればトラップの完成ということになります。で、こんな風にね、エメラルドをめちゃくちゃ簡単にたくさん集めることができるので、まあしっかりと使えるようになったら非常に便利な施設になります。ではですね、続いて早速なんですけど、このトラップを作っていきたいと思うんですが、作り方が簡単にこう載っていました。動画概要欄のね、リンクにある動画を元に参考にさせていただきましたので、ぜひね、皆さんそちらを見ていただけたらなと思うんですが、まあそれを参考に作っていきましょう。まず村を作ります。で、もともとここにたくさんいた村人さんたちなんですけど、落ちてしまったりとか、その村の襲撃がどういう風に作動するのかっていうのをチェックしていた段階でやられてしまいました。それに関しては申し訳ないって感じなんですけど、はい。で、まず 7×7 で村判定がされる場所を作っていきます。 7×7 です。これで4でしょ。あと3つですね。5、6、7と、はい、こんな感じ。村人さん、まあここが村人の一応家になるのかな。で、ちゃんと明るくするためにこのシーランタンを利用したりもしますと。はい、ポチッと。で、ここの部分をガラスで囲っていきます。で、この村から上に2マス分はガラスでこう埋めていくようです。こうすることでなんか脇的なものが良くなるらしい。はい、ということでこれが村になります。ここが村、この空間が村。ここから下に道を作っていきます。ここに足場を作っていくんですけど、深いなぁ。どうしましょう。まあ普通に作っちゃおうか、地面からのね。で、足場ブロックを立てていきます。あ、一応上がれましたね。一つ足りなかったけど。で、ここを閉じますと。トン。トンと。で、あそこの村は OK。で、続いてはですね、この辺りをこう壊していきます。ざっくりと。せっかく作ったものを結局壊さなきゃいけないっていうね。この面影もなくなってしまいそうですね、これね。残念。せっかく作ったのに。はい。で、この部分も撤去していっちゃいましょう。これ動画外でちょっと脇チェックをした時に作ったね、高いガラスの塔です。ここもね、建てたのにね、建てるんじゃなかったね。まあガラスシルクタッチついてるから無駄になんないだけ良かったですね。よーし、一回寝ましょう。おやすみなさーい。ということで塔を削ったので、次はその略奪者たちが出てくるポイントを作っていきたいと思います。で、今こういう風に 7×7 になってるんで、こっからプラス1、2、3、4、5、6、7、8ですね。いや、8じゃないな。ここで落とし穴を作るから、ここで落とし穴を作るんですよ。 3×3 の、はい、ここが落とし穴。
でここが落とし穴になるように作るから、こっから8マス横に行きますと1、2、3、4、5、6、7、8でここに壁作っていけばいいのか。まあ水流ですね、水流を一番考えてこうやってるんで、今こうでいいのかな。ちょっとね右往左往してますけど、こんな風にしますと、でここで水を流せば、あ、もう一マス内側ですね、ここを壊しちゃう。でここで水を流せば、はい、ぴったり落ちてくるっていうこの幅ですね。ですんでこの幅まで作っていきましょう。で続いてここ、この幅ですね、ここから奥行きっていうのかな、もう8マス1、2、3、4、5、6、7、あと1マスですね。よし、これで良さげだ。すごいコンパクト、危ない危ない。逆側もやりましょうか。よし、これで良さそうです。でもう一回一応水の流れを確認しましょう。あ、違うな、これ3マスなきゃいけないんだよ、ここ流すところは。あのでっかいやつが通んないんだ、3マスないと。だからこうですね、オッケー、いいですね、こんな感じで。他の部分もやっていくぞ。でここが1、2、3、4、5、6、7、8マスなんで、もう壁の部分を作っていかないといけないですね、次はね。よし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 、ガラスばっかりでちょっと見づらいかもしれないですけど、こんな感じの建物ができました。でここに水を流していきましょう。はい、水流しまーす。よし、はい、これでしっかりとちょうどよく流れるようになります。よし、はい、ということでこんな感じの施設ができました。この水の上に湧いたビレジャーっていうのかな、たちが、まあ、流れて落ちるという、そういうところでございます。で、さらにですね、ここの、高さを高くしていきます。13マス以上ないといけないらしいので、念のために15マスにします。で、すべてこれぐらいの高さにします。この部分。だから結構、大量に使えますよね。ガラス。足りるかなっていうぐらいですけど。うわ、やべえ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 、やばい、離れろ、あぶねえ、あぶねえ。そっか、あの村に近づいちゃうと襲撃イベントが起こっちゃうんだ。危なかった今。うわ、最悪、襲撃のエンチャントなくなっちゃった。ちょっとこの道を削っていこうか。わっ、やべえ、襲撃起こった。やっぱりここ、この村が襲撃、やばい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 。アイアンゴーレム頑張れ、アイアンゴーレム頑張れ、アイアンゴーレム頑張れ。やばい、ベッドを壊せ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 、ベッド、ベッドを壊すんだ、ベッド、ベッドを壊すんだ、襲撃を終わらせるためにベッドを壊せ、ベッドを壊すんだ、そうだ、ベッドを壊せ。やばい、これはやばい、ベッドを壊せ、ベッドを壊せ、ベッド、ベッドを壊せ、ベッドを壊すんだ。よし、まだあるのか、ベッド、あった、まだあった、ベッド。危ないよ、
よし、襲撃。いや、アイアンゴーレム神、マジで。オッケー。危なかったですね。ちょっとベッドが、ね、もう置けない状態になっちゃいました、この村に。まあ、とりあえずは大丈夫かな。アイアンゴーレム、マジ守り神。神、あー、ありがたい。ほんと最高。あ、やった、ガラスがありました。よし、じゃあ作ってみ、いこう。足りるかな？じゃーん！ということで、ここまで作り終えましたが、ここでね、ガラスが足りなくなってしまったので、このね、トラップの完成はまた次回に持ち越したいと思います。ガラスの準備だったりとか処理槽を作るのだったりとか、まだちょっと時間がかかりそうなんで、まあ次回ね、完成してそのトラップがね、しっかり作動する様子をぜひ皆さんに見ていただけたらなと思います。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回の完成楽しみにしていてください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。